人生ゲーム。人生はゲームと考えていい、俺はそう思う。いろんな本や人たちが言ってることを、同じことの本当のことを、そいつを確かめたい。自らの行動をもって、そいつを信じたい。自らが体験することによって、心に強く思い描いたことは必ず実現する。波長のあったもの同士が互いに引き付き合う。遠い遠い先の未来に一つのゴールを作り上げる。でっかけりゃでっかいほどやりがいがあるよ。おーおー、夢を渡す素晴らしいエンディングを手にした。それで終わり、そんなことはないよ。一つのゲームが終わったのなら次のゲームを作り上げよう。もっとでっかく、もっと上回る、難しく面白いものを。途中いろんな障害や問題が訪れてくる。敵だと思ってくれていい。どんどん撃破していくんだ。たまには休憩も必要だ。だけど心が休まったなら再び再開するんだ。クリアするんだ。リセットなんか押すな。やられたっていいさ。コンティニューしよう。自分が負けも認めた瞬間に、もう君はそのゲームをやらなくなる。何十年かかろうがいい、長けりゃそれくらい面白いゲームなんだろう。それくらいにでっかいゲームにチャレンジするんだ。心の中にすごいストーリーを作り上げ、でっかく面白い人生ゲームを楽しんでくんだ。楽しんでく夢を楽しむ、ゲームを楽しむ。楽しむ。